田野畑交通山尾子号田野畑村営バスは、岩手県下平郡田野畑村が運行するコミュニティバス乗り合いタクシーである。村内の運輸事業者に運行を委託している。現在の田野畑村営バスの体系は2010年に形作られたものである。小学校、中学校のスクールバスとしての側面もあり、村内の一部の路線は無料で運行されている。従来は、 距離性運賃の村民バスが5路線36系統で運転されていたが、地域によってはバスの本数がとても少ない運行系統が複雑で分かりづらい通り便性に問題があったため、村内バスの運行方法などを見直し、通常のコミュニティバスやデマンド方式の乗り合いタクシーなど公共交通として利用状況や 地域の実情に即したものとなるべく村民バスの再編が行われた。かつての村内交通は主に国鉄バスによって行われており、鉄道線の連絡となる陸中海岸線など多くの路線があったが、三陸鉄道北クリアス線の開通や国鉄バスの合理化の影響で村内のバス路線は民営化後数年で全廃された。パノクバスの愛称がついており、大別して、 村内が方面へ運行されている。スクールバスも兼ねており村内の移動は基本は無料だが、岩泉町方面、普代村方面の村外へ通じるバスに乗車する場合は有料となっていたが、2018年4月の改正より全路線無料となった。普代駅方面岩泉町方面総合バスの停留所から家が遠い利用者数が時期により変動的である。 等の問題をを解消するるため村が運運転を委託しし有料で運行しているバスと同じく運行時間が決まっている。利用者が事前に予約すると指定した場所まで迎えに来るエリアデマンド方式。地域によって運行日が決まっている。観光客向けに田野畑駅から観光地までのアクセスとして三陸鉄道のダイヤに合わせて運行している。袋の利用時は 予約が必要。机浜、北山崎コースと宇野ス段階コースがある。ありがとうございます。